はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ドラクエモンスターズテリーのワンダーランドレトロですね。前回ちょっと二軸尺を使っていたんですけれども、やっぱり成長が遅すぎてちょっとパーティー的にはお荷物になっちゃってるんで、まあ、一回解雇しました。まあ、別に別れたとかじゃないんですけど、牧場に預けました。でその代わりまあ誰使おうかなと考えてみていたところ、まあ、ファンキーバードがハッスルダンス覚えてて、まあ、これ継承させたいなというところで、で今ドランゴとファンキーバードを組み合わせるとアンドレアルができますよっていうのがあるので、ちょっとアンドレアルを使っていこうかなと思います。でアンドレアル自体は成長が早いわけではないんですけれども、まあ、二軸弱に比べれば早いんで、まあ、普通に使っていく分には多分大丈夫だと信じたい。ではアンドレアル誕生。まあアンドレでいいかな。で連れていきましょう。よし、とりあえず当面のパーティーはじゃあこれで、あとちょっとまたアンドレアルのレベルを上げていきます。なんか神父さんがメタルスライム持ち出してきた。いい経験値だ。ロック調が上がった。さあアンドレアル、これでどこまで上がるか。神父がいたのはラッキーだったな。バギー覚えて、火の息覚えて、まあまあ上がりはいいよね。二軸弱に比べると全然いいわ。もう二軸弱と同じくらいのレベルになってない？これ10レベルになった。マヌーサ、ハッスルダンス覚えるまではちょっと頑張ろう。ついでに回復もしてくれた。お、レベル19でハッスルダンス覚えた。こいつはジャミラスじゃないか。あれいける？これこっから話すの？今こそ我らが立ち上がり、新しき時代の扉を開く時ではなかろうか。絶対仲間になんないでしょこいつ。霜降り肉を毎日食べられる世界。やっぱり霜降りは好きなんだ。背中がむずがゆい。まちょっと全力でいくっちゃ全力でいきますか。爆裂剣、そうだな。あとやっぱりバイキルト覚えたいよね。魔人斬りやってみよう。倒された。あ、メラミ通らねえ。179で爆裂剣使ってきた。ちょっとアンドレアルに集中しちゃったな。まああとガンガン行こうぜ。リアン200くらいは当たるってことか、爆裂剣で。強風、え、強風大丈夫かこれ。痛い。1234、250、1ターンにつき250くらいか。ちょっとロック調もでも攻撃に参加させる。結構かわすなこいつ。アンドレアルに集中しちゃうときつい。ていうかあれだな、ハッスルダンス使ってくれるか。爆裂剣の方が早かったか。やばい、危ねえ危ねえ危ねえ。80くらいか、やっぱり回復量は。ちょっとこれでいこう。ハッスルダンス、いいね。てかなんだこいつ、後ろばっか狙ってくんな。弱いやつを狙ってくる。でも爆裂剣ってランダムだよね普通に。強風、無駄無駄無駄。倒した。4000、めちゃくちゃ経験値持ってるけど誰もわかんない。
1日1個の霜降りを要求する。誘いの扉、最下層ですね。これはあれかな、ライフコットの村が焼かれてるシーンを再現してて、ボスは魔王の使いだっけ。ここまで詳しいことはもう覚えてないけど、お前に火をつけてやるよ。激しい炎があるからね。で、真ん中の魔王の使いが肉をあげれば仲間になる可能性があるっていう感じ。ボスなんだけど確率、まあ、欲しいは欲しいからね。魔王の使い、サメダテ切り。集中しだした。あれ何になった。よし、デビルアーマーを倒した。で、あと骨付きでもあげとくか。封じ込められた。でも呪文はハッスルダンスだしね、回復しようとすると大丈夫っしょ。ま、この状態だったら、げ、マヒャド使ってきた。やっぱり驚え、2回連続マヒャドはきつい。やるな、魔王の使い。しかも魔法封じ込められているからベホマが使えない。考えられている。よし、ハッスル出すのが早い。でもマヒャド2発だとちょっとマイナスになるな。危ねえ。1回か2回攻撃のどっちかか。疾風剣、うん、先手は取れんな。出た、マヒャド。2回やるとアンドレ落ちる。怖い、現状マジで怖い。よし、倒した。経験値もいいね。メラゾーマ、よし、魔王の使いも誰だ、誰もいらないやつ。ベビーって誰。あ、ベビーサタンか。なんかベビーサタンでいいや、めんどっちいから。マッツカイお使いみてえだな。ステータスちょっと見たかったな。まあいいや。じゃあリベンジの A クラス。 S クラスはちょっとお金が足りない。まあ1万円銀行に預けてあるんだけどね。では第一試合いきましょう。誰だっけ、もう覚えてないわ。カリウソヘルビスト、キメラ。一応ロック状じゃなくてアンドレアルは、まあ、最初はガンガン行こうでいいか。減ってきたらハッスルダンスやらせよう。凍える吹雪2連発打てるかんね。よし、キメラ落とした。で、激しい炎19、ワンターンキル楽勝だな。強くなった。そうか、ここでめちゃくちゃ苦戦したんだよな。高火力モンスタープラスベホマラー回復で1回ちょっともう疾風で、やっぱ60火力高いんだよな。あ、これか、懐飛び込みか。ロック超めちゃくちゃヒットポイント高いからね。350は超えてたと思う。で、バギクロス、激しい炎も、よし、いいね。めちゃくちゃダメージソースになってグリズリーを倒す。で、アンドレアルちょっと踊らせるか。よし、疾風はまあね、早いけど、攻撃力としては、まだ低い方だからね。ライオネックが効かないな、ベホマラーの。ちょっと一回ハッスルダンスで、立て直せるのがめちゃくちゃでかい。どういく？ロック調で53。魔人斬り !189。役だった、魔人斬りが。2回戦も余裕だったな。マタンゴ、リップス、マタンゴってどういうメンツ？まあ、最初はガンガンでいこう。ヒットポイント的にもまあ余裕あるでしょ。で、凍える吹雪、凍える吹雪、激しい炎の3コンボ。うん、ヒットポイント高いね。ただ、そういう系か。いや、めんどくさいね。いや、全員寝たわ。なるほど、そういうパーティー編成か。口を塞いだ。寝てるところの口を塞いだのかいびきがうるさかったのかな。アンドレアル
でもまあ3連コンボでめちゃくちゃ減ってるから、あとは始末するだけだな。どっちかっていうと2戦目の方がきつかったな。メラゾーマ191めちゃ強え。マジか。よし、 A クラス突破。S クラスはどうなんだろうな。まあまあまあ順番にやっていこう。迷いと裁きの部屋、じゃあそっちの方もこのメンツでいきましょう。迷いの扉のボス、ダークホーン、めーめーって羊じゃねえか。お前の行き止まり、墓場ということか。しかしそれはお前にも言えること。一応肉あげると仲間になるらしくて、まあ霜降りはあげなくていいや。骨付き肉だけポンポンあげとくか。攻撃したな。メラゾーマ、マジでメラゾーマ強い。ダークホーン50、一回攻撃か。ガンガンのキングレオはもうやっぱり爆裂剣打ってほしいな。あとはお任せ。火力も高くなってんな、普通の攻撃の。あーなるほど、アンドレアルがちょっと命大事に爆裂剣ガンガン行こうぜ。これでベホマを唱えてくれるはず。激しい炎がいくつ当たるんだ。38、大して当たらん。アンドレアル結構食らうな。まあまだ大丈夫っしょ。なんかすげえ強い攻撃をしてくるわけじゃないから。吹雪は50くらいか。ちょっとそういうのに耐性があるな。ダークホーン、炎と氷の息系に耐性があるっぽい。まだいける。命令させろのままでした。普通の攻撃になってしまう。バンギマン、ガンガンの爆裂の一回踊っとく。一回踊っとけばもう余裕でしょう。倒せた、倒した、踊る前に倒した。6兆30輝く息。キングレオももう30になってるから輝く息になってんだよね。デアゴ召喚がサムシン召喚になった。召喚使ってねえな。でキングレオも上がって、でちょっと思ったんだけど、もう S クラスいけんじゃねっていう説。いきましょう。ダンスキャロット、ミステリードール、ダンスキャロット強そうって感じは全くしないな。まあ1ターン目は全員ヒットポイントあるから。うっ、やばい、危ねえ。こういうのだけ怖いよな、やっぱり。イオナズン130、倒した、強っ。いや余裕じゃないか、これ S クラスもいけそうだぞ。スライムドラキー軍隊あり、これはなんだ、どういう編成だ。まあ、こいつらをひたすら鍛え上げたっていう感じかな。ベギラゴン使ってくるか。なるほどね。しかしこっちはイオナズンで返す。火力が段違い。空に輝く息、倒した、倒した、倒した、余裕。最終戦、はぐれメタルキラーマシーン、メタルドラゴンか。これはちょっとさすがにって感じだな。アンドレアルだけちょっと命を大事にして身を守って、これでハッスルダンスを次使ってくるから。輝く効くの、キラーマシンが用意し、メタルドラゴン効かねえし。ぐわー出た、最悪なんだけど。これ系マジかよ。もう無理じゃね、いきなりもう無理かな。ゲイ言わずに捉えてきてるし。砂が目に、砂が目にじゃ、目に砂が入った。ハッスル、ハッスル。ザオリク覚えてるのがキングレオだけなんだよな。キングレオ初手で殺されたのがめちゃくちゃ痛い。イオナズンとか、おバクレムちゃん効くの。えだったらなんかいけるかもしんない。あやった、ラッキー。メガメガって感じだけど、
メラゾーンまで余裕です。よし、立て直した。ちょっと、あ、もう絶望的だって思ったけど、イオネズンが始めたのに取ったのがめちゃくちゃでかいな。最後は自滅。よっしゃー、なんか知んないけど勝った。鏡の扉、全28階層とか超長かったんだけど。で、最下層ですね、デュラン、ここの主。まあ一応ここに来ると未来が見えるということで、まあ、テリーの未来といえば、まあ、ここだよねという感じになってます。お手並み拝見。魔王の使い、魔王の使いはまた欲しいな。霜降りが2つと骨付きか、まあ、霜降りと骨付きを使いますか。あ、マヒャドか。やべえな、アンドレアルがやべえ、ちょうど死んだよ。ザオリック使うかな。てか後手に回ってんな。世界樹の葉が2つあるから、ちょっとアンドレアル蘇らせる。てか回復させてなかったんだよな、ここに来る前。なんか入ってから回復させればいいやって思ってたから、旅の扉に入ったら、旅の扉に入った瞬間にイベントが始まったっていう。命大事にしよう、アンドレアルは。てか早いこいつら。メラゾマ、これ多分倒せちゃうよね。倒せちゃう。ヒットポイントがやばい。あっさり倒した。こいつ回復させてくれたよね。いや、あのドラクエ6の話だけど。絶対回復させてくんないわこの流れ。最強の剣士テリー。世界中の雫使うか。まあ普通に買えるかね、これ。ロック調、まあ100くらい食らうけど、ハッスルダンスでなんとかしていこう。輝く息の方が強いの、普通に爆裂剣でよくないって思う。80でしょ、だいぶ200あったろ。タイミングだなこれ。ハッスルダンス先に打つか後に打つか、ちょっとブレるな。ブレ次第ではダメージ量が。てかハッスルダンスじゃ追いついてないか。なんかある？なんもないと思うんだよね多分。なのでこのまま同じ感じで行くしかない。てかキングレオがちょっとやばいのか。てかロック調もやばくなってきたよな。ベホマズンとかあった方が良かったかな。ベホマナーは覚えてる人がいないんだよね。ロック調一回回復させるか。基本スタミナリギリしかやってこないから、後ろはダメージ減ってるから。だってかロック調自分に回復をかけてほしかった。他人優先になってるな。よし、399ヒットポイントマジで高い。でちょっとロック調はまた攻撃に入ろう。ここで身を守ってるになっちゃうとちょっと微妙なんだよね。そしてキングレイもちょっとマジックパワー減ってきたけど、そうだ。でサミダレが入ってハッスルダンスをやってくれると、まあまあまあって感じ。倒した。ケギチくんねし。さらにデュランか、めんどくせえ、やべえ。
魔法の聖水でちょっと回復させよう。ちょっとずつでも輝く雪効く？まあまあまあ、あんま効かないな。ハッスルダンス要因は最悪エルフの飲み薬でなんとかするとして、90とか当たんのかよ。何気につらいな心。6兆も回復に入らせるか、命大事ににして、魔法の施設だと2つ。6兆先にペフォーマーが来てのハッスルダンスか。いや、やっぱりバイキット欲しいな。ちょっと命令させるのがいいよ。メラゾーマ爆裂で、まあ命なしに。スガメ返し、鳥ではないがめちゃくちゃだった。でも全然当たんねえんだけど、やばくない？やばい、しまった。そんな、命ガンガン行こうぜ。命ペホまでキングレオでしょ。耐性がすごいのか。どうしよう、ロック調の方がいいか。ドラゴンギこれで80ずつ与えていかないといけないのか。エルフの飲み薬は、ちょっと待って、メラゾーマガンガン行こうぜ、命大事に。疾風剣60、あ、でも死んだわただ世界中の幅ある。道具使えない戦闘だったら確実にやられてた、ドラゴン斬り。メラゾーマ爆裂剣が全く効かないからな。じゃあ輝く息、マジックパーが足りないってことは攻撃、命大事に。やられる可能性があるな。この戦力をもってしてやられるか。てか3連戦がきつい。ルカにルカナンとかもあった方が良かったと思ってるっけ。サムシン召喚、マジックパーが足りないどっちかっていうとアンドレアルが重要だから、エリフの飲み薬。クオやられる。ペホもあと何回使える。じゃあ6兆やられた、最悪だ。もうマジックパワー足んなくてザオリクも唱えらんねえ。完全に終わるなこれ。ペホマ一回やってマヌーサとか効くのかな。ちょっと今更だけど死んだ、効かない。ちょっと何が効くかを試そう。もうパーティー壊滅だわ。メタパリダンサーって絶対効かないじゃん。マージン切り233。てかもう次、ま、次やられて終わるわ。バギークロス、強い。まさかここまで来て負けるとは。もうね、ちゃんと作ろうと思います、1体。まずは狩猟の騎士で結構重ねました。プラ6になってるんで、で基本的にはここら辺にあるものをそのままもう持ってくる感じかな。メラミスクルトで、まあ、防御力かけられてベホマも覚えて、一応全体攻撃用の激しい炎と、まあ防御力下げるルカナン、生き返らせるザオラルで、バイキルとベホマラですね。でこいつと、ただ相手方がマネマネなんですよ。
どこなマネマネで死神貴族ができます。マネマネの能力にちょっと不安があるんですけど、野生値255とか、まあいっか。もしやスマホトラ踊りマネマネ、こういうものはいらないな。よし、これで死神プラス貴族プラ8いきましょう。作ります。でこれでちょっと戦いを挑んでいきたいと思います。じゃあちょっと死神貴族レベルを上げて、なんか普通の死神、死神っていたっけキャラクター。まあ、死神貴族のレベルを上げて次回、ダークドレアムじゃなくてダークドレアムのしょぼい版、なんだっけあいつ忘れちゃったさっき負けたやつに挑んでいきたいと思います。で死神貴族がとりあえずレベル20になってベホマラーまで覚えたので、一旦これで鏡の前突入していきたいと思います。レベル20ってちょっと不安があるんですけど、まあ道中で上げられるところまで上げていきたいというところです。では行きましょう。毒の沼地から出てんだ。ですんげー今更なんですけど、マップの右上のさらに右上のところに矢印があって、これ全然知らなかったんですけど、どれだ、モモンジャの尻尾を持ってると、まあ、落とし穴の位置を指し示すということで、これめちゃくちゃ便利なんだよね。鏡の扉ってフィールド28階層あって、なんかこの前そのまま何にもなしに探索してて超時間かかったんですけど、これあるとほんと楽。ここら辺敵もね結構強いんで、食らったりしたりなんとかで結構マジックパワーも減っちゃうんですよね。ルカなんて捉えなくていいよ。1ターンで倒せなかったりもするんで、あとこいつ硬いんだよね、スライムボーク。硬いっていうかヒットポイントがすげえある。月桂樹いらん。ではフィールド28階層まで来ました。もうモモンジャの尻尾あるとむっちゃくちゃ楽なんだけど、今までこれ知らなかったのがもう自分がアホらしい。で準備は万端です。どうかな、少しは精進したか。あれこれどっから来る、リュランから相手だったらめちゃくちゃ助かるんだけど、あめっちゃ助かるわ、優しい。てか魔王の使い欲しかったんだけどね、使っちゃったから。じゃあどうしようかな、ちょっとバズ召喚しよう。で一回こいつはでも攻撃でいいな。でスクルトはやっておこう。99か、来いバズ。うん、守備力めちゃくちゃ上がる、めちゃくちゃ上がる、なんかめっちゃ遅いんだけど。バズも守備力上がった、やった。どうだろう、もう一回いけるな。で最悪世界樹の雫で回復させればいいから、こいつどうしよう。あーメラゾンまでいいや。で爆裂剣のバイキルト、もう一回耐えられるなこれ。25、やっぱり弱いな。バイキルト唱えてバズが82、お強いじゃんバズ、君は役立つよ。でルカナンが入れば助かるんだけどな。気合い入れての爆裂剣、いいね。効かないか、なるべくベホマラやる前に固めたいからな。もう一回スクルトだな、スクルトは2回入れとこう。死神にドラゴン斬りか、まあ、これで200は当たるでしょ。なんかさこれとろくない、バズいつまでいてくれる。地獄のイカズチ、これ地獄スパークもしかして強っ。爆裂剣の、もう
やることないな。やっぱりルカナン入ってほしいな。あぶね、死神狙われてたら本当やばかったわ。早いな。一回でいいから、よし、入った入った入った、オッケーオッケー。まず地獄スパーク、あー間違っちゃったよ。よくやっちゃうんだよな、そのまま戦う。276凍える吹雪、バズいいじゃん、強いよ強い。こいつ攻撃した方がいいかな。じゃあ爆裂の、じゃあもう一回ルカナ入れたよね。結構もう安定してきたな。爆裂156、おっ、強い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 。ルカナ入れ、入らない、しまった、またやっちゃったよ。でも余裕、もう余裕でしょ。306、6兆上がるね。キングレオ上がるね。死神貴族もまあまあ、そうか、負けたのだな。じゃあ星降りの大会いけっかな。死神貴族がだいぶ不安だけど、まあ様子だけは見ておこう。星降りの夜、あ、みんなの代表戦なんだ。これヤマタノオロチじゃねえ、真ん中のやつ。大木の国、大樹の国。ヤマタノオロチだな、やっぱり。いいもん持ってんな。サミダレ武器は、まあまあまあ、激しい炎も、まあまあまあ。死神やっぱ結構食らうな。かわされてるし。輝く雪、輝く雪でやってほしかったけど、こっちがまだ激しい炎だからね。灼熱30レベルにならないと覚えないんだよな。てか、それヤマタノオロチには炎効かないよな。ちょっといろいろやってもらおう。バイチート唱えてくれっかな。激しい炎、そろそろ回復したいな。輝く雪、ヤマタノオロチを倒した。ルカナ、じゃあ命大事に。で、死神貴族結局遅いから後手に回るはずなんだよね。よし、勝った。真ん中にユニコーンか。あ、一番下アンドレアルっぽくない。ここはちょっと回復に走ろう。できない。ベホマー、うぜー、うちもベホマラー。皆殺しとかさ、ほんと怖いんだけど。いいじゃん、会心決まったな。自滅してったか。運が良かったな。優勝決定戦、大樹、タンスの中からやってきた。そんなことまで知れ渡ってんのか。マルタの国代表ミレイユ、粋な登場の方法をしようって。連れられたのはマルタの国。優勝しなければ元の世界に帰れない。タイジの噂を聞いた。将来有望な小さなマスターテイリー。こいつはね、なんとなくわかる。二軸弱が確かいきなりマダンで使ってくるんだよね。というわけで、できれば命大事にして大防御を使ってほしいんだよ。死神以外大防御持ってっからね。大レイン、レオ、あ、レオはあれか、だから使わなかったんだ。
よしよしよし、こっから忍ぶ。どうする？もう一旦しのぐ。ちょっと待って、こいつガンガン行こうぜ。違う違う違う、命大事にガンガン行こうぜ。でいろいろやろうぜ。耐えれるか死神。よし壊した、奇跡だ。気合のサミダリ斬り当たらん。いや死んだ、落ちた。まあまあまあ落ちたけど、落ちたけど落ちたけど、ちょっと一回死神貴族蘇らせよう。さあおりく、よしよしよし。でちょっと待って、もう攻撃にも転じないといけないから、命ガンガンいろ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 を一回入れてほしい。なんでさ大防御してるんだ。まあでもそれが効いてるか。サミナレギリ当たんのこれ。メタルキングどうしようもなくない。まあいいや、スクルト入れてくれれば、まあまあまあとりあえずか。で命ガンガン、ちょっと命だな。70当たる。死ぬ死ぬ。いきなり見れるからいきなり強くなってんな。で、ホマラで回復したな、とか回復した。もうちょっとこれでなんとかするしかないか。メタルキングのライデインっていうか、イオナズンがすげえ鬱陶しいな。二軸弱はもうだって、マジックパワーないでしょ。マダンテ使ってるから。よし、コア取り倒した。ここまで来ればまあまあまあだな。ガン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 命大事にできるか。ミジック弱は攻撃力弱い。よし、ダメだ、サミダレが当たらない。あとこいつマジでどうする。ガン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 いろいろでどうでしょうか。シップ12倒した。一発やんけ。よし、とりあえずミレイユ撃破。というわけで無事ミレイユを倒して、まあ一旦クリアを迎えたわけですけれども、まあまあまだまだね全然先はあります。まあ、ただ一旦まあここを終了として、まあまた次は少し縛りプレイをしながらやっていきたいと思います。まあ今回はねかなりテンプレのルートをたどってきたので、まあやっぱキングレオとロック長で、死神貴族の枠もね一応回復役兼サポーターのテンプレがあるんですけど、ちょっとそれは今回やらないで、まあやっぱりねキングレオ強いっすね。まあ一応獣系最強で、かつ成長も早いっていう、その最強モンスターにしては成長が早いっていうのがめちゃくちゃ使いやすい。しかも攻撃力お化けのグリズリーからキラーマシーンでキングレオって来れるんで、めちゃくちゃスムーズに作れますね。でロック調もヒットポイントめちゃくちゃ高くて、まあちゃんと継承していけばかなりの戦力になるというところですね。まああと死神貴族枠は結構自分で考えながら作ったんで、まああの資料の騎士プラスマネマネで、まあマネマネ枠もねもうちょっと本当に鍛えれば死神貴族もまたさらに強くなったと思いますけれども、まあ星降りの決勝戦これでいけたんで、まあとりあえずは満足というところで、まあテリーのワンダーライド第1部はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。